はい、ということでどうも皆さん、ダースです。コープスパーティー、ブックオブシャドウズ実況プレイ、パート32ですね。進めてまいりましょう。はい、前回ちょっとね、司くんのペンケースを回収しに、再度ね、学校の方に戻ってきた由井先生なんですが、ちょっとオルガンの音が聞こえてきて、やばい、怖いという状態なんですが、早速ね、文明の方進めていきたいなと思います。ちょっとごめんなさい、先ほど1回丸ボタン押しちゃいましてね、1行進んじゃったんですけど、一応ログとしては、このような感じで、まあ、吹奏楽部の方がね、先生が残って弾いてんだと、そうに決まってると。ということで、おそらくね、居残りで練習してるに違いない。何でもかんでも怖い話に直結させちゃいけないな。私はもう一度深呼吸し、暴れる心臓をなだめる。怖いと思ったら、何でも怖く思えるものだよね。はい、ある程度ね、人生を生きてきた人であればもう、心得てるかと思うんですが、やっぱりどうしても生きてるとすげえ怖い時とかね、お化けとかそういうのを考えちゃう時ありますよね。そういう時どうするかっていうと、あまりまあ声を大にして言える対処法ではないんですけど、まあ、ものすごくいやらしいことを考えるっていう 一つの回避法だと私は思ってまして、まあ、私普段紳士なんですけれども、もうどうしても怖いと、恐怖に支配されそうってなった時は、もう、致し方なく、ものすごいいやらしいことを考えて、対処するようにしております。あんまりないですけどね、そういうシチュエーションね。あんまりないですけど、まあ、追い込まれたらそういうふうにして、回避するようにしてますね。そういう気持ちが実際にはないものをあるように錯覚させることがあると聞いたことがある。おそらくこれもそういったものに違いない。あとちょっとで教室だから走っていこう。走ると余計怖いですよね。なんか風がこう、恐怖を増すというか。私はダッシュで廊下を駆け抜けることにした。ようやく教室にたどり着いた私はドアを開き、電気をつけた。やっとたどり着いたーっと。あとはペンケースを忘れないようにしなくちゃ。いちいちビクビクしていたせいで結構時間がかかってしまった。時刻はとっくに7時を回っている。7時か。そう、如月学園七不思議のなんとかって先生の霊が出るという時刻だ。よしえさんですね。何もないじゃない。私はふうとため息をつき、肩から力を抜いた。教室にも廊下にも明かりがついている。確かにしんと静まり返ってはいるが、怖さは全くない。全然怖くないよ。やっぱり七不思議だなんて嘘だったんだな。私は目的のペンケースを取るとポケットの中に押し込む。よし、これで任務完了だね。そう言いながらぐるりと教室内を見回し、ふうともう一度ため息をついた。落ち着いてみると、むしろいつもは喧騒に満ちている教室が物音一つ立てずに静まり返っている様はとても興味深く思える。教室に私一人ってなんだか不思議な感じがするな。そう思うと、なんだかいつもはできないようなこと、例えば教壇に立って黒板に、板書をしてみたり、そういうことをやってみたくなる。まあね、教師志望っていうのもあるんでしょうけど、帰ってください、さっさと。 なんかあるっていうのがね、ちょっとやっぱり気になるんで。こんなシチュエーションめったにないし。私にとって先生が立つ場所、つまり教壇というのは特別なものなのだ。そこに立つ日を夢見ている私としては、なんとなく近寄りがたくて、ちょっと大げさだけど神聖な場所。今なら誰も見てないし。他のクライスメイトになって からすると、そんなことに特別な考えを覚えるのは馬鹿げているだろうけど、それは私にとっては特別なのだ。どうしようかな。ここで選択肢？ちょっと待ってね。わあ、どうすっかな。どっちにしてもいい方向には転ばないでしょうけど。出ても飛ばされる。わあ、まあ、立ってみるか、とりあえず。大胆に行きましょう。よし、少しだけ先生の気分を味わっちゃえ。私は思い切って教壇に立ってみることにした。日直の仕事でそこを行き来したことくらいなら何度もある。でも、こんな風に改めて教壇の前に立ち、教室を見回したのは初めてだ。先生からはこんな風に見えるんだ、教室って。なんかちょっとドキドキする。
先生と同じ視界を手に入れた私は思わずちょっと興奮してしまう。他愛のないことだけど、でもここは私の夢の舞台なのだから。私もいつか。私は来たるべき未来を思い描いた。机に座る生徒たちを前に授業を繰り広げる私。黒板にチョークを走らせ勉強をしているのだ。いつか先生になれるといいな。オルガン怖えよ。自分でもちょっとおかしいくらいに興奮している。こんな状況下でさっきまでビクビクして怖がっていた反動なのだろうか。オルガンマジで怖えんだけど、これ。と、その時。いやーもう、寒気する寒気する、怖い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 。突然あたりが闇に包まれた。私はぎっくりと身をこわばらせ、一歩後ろに下がる。ドンと黒板に背中が当たる。いきなり何？うわー、怖い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 。私は黒板消しを乗せる水を思わずぐっと掴んだ。指先にチョークの粉が触れる感触がした。再び急激に高鳴り出した心臓のせいで息をするのがつらい。落雷の影響だろうか、にしても停電だなんてあまりにもタイミングが良すぎる。しかもオルガンの音、まだ響いてる。嘘、なんで？停電になってるならオルガンだって鳴らないはずなのに。いくら！おばあちゃんが行くなって言ってたのはこのことだったの？まさか占い師は超能力者じゃあるまいし、未来を予知だなんて。そんなこと実際あるわけないじゃない。私はブンブンと頭を振る。落ち着くのよ、私。音楽室の方はまだ停電になってないとか、きっとそんな理由だよ。私はおそらくチョークまみれになったはずの指でグッと拳をつけ、再びそう思いました。ともかく早く校舎を出よう。先生ごっこなんてするんじゃなかった、さっさと帰っていればよかったと。少し後悔しながら私は暗闇に包まれた教室を手探りで歩く。うわー、もう。使い慣れた教室だから勝手はわかるはず。そう簡単に思った私が甘かったみたいだ。派手に机にぶつかって私は周囲の机を巻き込みながら倒れ込んでしまった。机の中身撒き散らしちゃったよ。元に戻さなくちゃ。私は手探りで散乱したノートや教科書、そして文房具類をかき集める。でも暗くて何がなんだか。もう何やってるのよ、急いでるのに。本当にドジなんだから。知らずため息が漏れる。これは教科書と、ノートでしょ。暗闇の中を手探りで確かめながら私は倒れた机を起こし、それらを積み重ねていく。さすがに全部を間違いなく元に戻すのは無理だな。明日ここの席の子に謝らなくちゃ。そのことを考えると少し憂鬱だ。事情の説明が面倒だし、自分のドジっぷりをさらすのもちょっと恥ずかしい。黙っていればバレないと思ったけど、でもさすがにそういうわけにはいかない。これで最後かな。私は床に手をついて辺りをさらい、もう他に後ろのものがないか確かめる。その時、うわー、怖い。やだ、何これ。なんだかぬるぬるして。何？指先に明らかに異質なものの感触がした。机の中からなんでブニュブニュしたものが。何？いや、もしかすると最初から床に落ちていたのかもしれない。スライムだろ、スライム。ベトベトになってしまった指先を床にこすりつけ、私は自分の指をじっと凝視する。私は一体何に触ってしまったんだろうか。雷が突然鳴り響く。と同時に真っ暗闇の教室が一瞬だけ真昼のように明るくなった。嘘嘘嘘。私はぎょっとしてその場から立ち上がった。なんか机の上になんかない？真ん中の机。あれ、何あれ。一瞬だけ見た自分の指が血まみれだった気がしたのだ。気のせい、気のせい、気のせい。それどころか自分の手だけではなく、教室が真っ赤に染まっているように見えそうた。いえば、なんとなく生臭い気がする。私は思わずその場から後ずさる。教室にどうして血まみれの何かが落ちているのだろうか。ありえない。そんな、何よこれ。何？私は体中がガタガタと震え出すと同時に教室を飛び出した。いや、正確には飛び出そうとした。開かない。やだ。
もう超怖いじゃん、こんなの。私は何度も何度もドアを開けようと懸命にドアの取っ手を引く。何度も何度も爪が剥がれ落ちるくらいに強く引く。が、ドアはびくともしない。私は頭をかきむしり、そばにあった机に手のひらを叩きつけた。まるで悪い夢でも見ているかのようだ。真っ暗闇の中に静寂が満ちる。私はバクバクと騒がしい心臓を抑えながら深呼吸を何度も繰り返す。にかく一度落ち着かないと。そもそもドアが開かないのだって、私がこんなにパニックになってるせいかもしれないし、さっきの変な塊だってきっと何かの勘違いだよ。だってありえないじゃない、教室にあんなわけのわからないものが落ちてるだなんて。結果何だったんだ。きっと明日の朝見てみたら体操服が落ちただけとか、そういうオチが待ってるに決まってる。きっとそうだよ。そうだ、指についたのだって美術に使う絵の具かもしれないじゃない。暗闇の中でパニックになっているから得体の知れないもののように思えるだけだ。もしかしたらドアに何かが挟まってて開かないだけかもしれない。私はドアの隙間に余計なものが挟まっていないかどうか見てみることにした。ダメだ、真っ暗で何にも見えない。手探りでドアの溝を確かめるけど、それだけでは何もわからない。他の出口は。とはいえ、ここは校舎の3階だ。外に出るにはどうしても廊下に出なくてはならない。今すぐ外に出たいのに。途方に暮れていると廊下側の窓に一瞬だけ光が入るのが見えた。でも、何ガラスって読むんだこれ。曇りじゃないしな。はっきりとそれが何なのかわからない。歩いてくる。うわあ、もう。と同時に、たったったったと足音がする。そうだ、きっと用務員さんだ。いつも校内の巡回をしてくれている用務員さんの存在を私は思い出した。こんな時間に突然の停電におそらく見回りをしてくれているに違いない。私はヘナヘナと砕けてしまっている腰に力を入れ、立ち上がった。窓越しに用務員さんに向かって目いっぱい叫ぶ。私は念のためにもう一度叫んだ。すると廊下の向こうからその光が徐々に近づいてくるのが見えた。怖えー、これ。でも、この光おかしい気がする。私は眉をひそめ、一歩窓から遠のいた。懐中電灯だったらもっと明るいよね。人玉か。この光はなんだか。なんだかその光は人玉のようにぼんやりしているのだ。しかもゆらゆらとうごめいているようにも見える。それに、この足音。タッタッタッタという足音は4回響いて、そして間を3秒ほど空け、再び4回響く。それを規則正しく繰り返しているのだ。用務員さんじゃない、明らかに変な歩き方。 私はなんだか無性に恐ろしくなって慌てて隠れるところを探した。もしかすると得体の知れないものを呼び寄せてしまったのではないだろうか。どこか隠れるところ。そうだ。うわー、ちょっと待って、これさ、もう一方の選択肢選んだらどうなってたんだろうってちょっと気になるんですけど、どうしようかな。多分、教壇に立って正解だったと思うんですよね。話続いてるっぽいんで。なんで、どうすかな。一旦ちょっとここにセーブして、ちょっとロードし直しますか、この一個前の選択肢ね。多分、そんな、すぐ終わると思いたい。ちょっとね、これで。5分とかで終わるかな。で、ここで教室出ましょダメダメ、ここは遊んでないでとっとと学校を出るべきだよね。う。私は好奇心を抑えながら教室を後にすることにした。七不思議だなんてやっぱり迷信じゃない。そんな些細なことで司くんと気まずい雰囲気になったなんて、今考えてみてとてもバカバカしい。さてと、家に帰ろうかな。今日は明日に備えて早く寝なくちゃ。そう思いながら私はドアから一歩外に踏み出した。怖えな、これも。と、その時。何？何？
突然ものすごい勢いでドアが閉まって、私は首をドアに挟まれちゃった。ええー、曲怖い、曲怖い。私は必死にドアを開こうと爪を立てるが、ドアは開こうとすればするほど私の首に食い込んでくる。私は手足をバタバタと上下に浮かしながら必死にそのドアから逃れようと体をよじった。なんで？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 首がギリギリと締め上げられ、脳にドクドクと血が昇ってくるのを感じる。懸命に口を開け、私は酸素を肺に送り込もうと空気を舐め取るように舌を出した。圧迫される首をぐいぐいと左右に振りながら天を仰ぐと、そこには真っ黒い背の高い人影のようなものが。吉和か。私は声にならない声を気管から絞り出し叫ぶ。でもどんどんとドアを私の首を圧迫していく。ダメ、スカッサッカー。視界がグランと一回転して地面がひっくり返った。同時に生温かい液体が私の顔に降り注ぐ。え？とそう思ったと同時に、今まで私の首を圧迫し続けたドアが静かに開く。同時にいつも見慣れた校舎の床が頭の上に降ってきた。視界が白く薄くなる。でも見える。私の体が見える。私はゴロゴロと廊下を転がりながら、自分の胴体部分が血しぶきを上げながらどさっとその場に崩れ落ちるのを見た。何が起こったの？私は真っ赤な血に染まっていく視界のせみでおばあちゃんの姿を見た。おばあちゃん？え？犯人おばあちゃんだったってこと？あのおばあちゃんかどうかもわからんけどな。でもおばあちゃんって言ってるから多分、なんか謎だな、このパートというかチャプター。どうしよう、ちょっと時間あるけど、あの選択肢怖えな。どうすっかな。まあまあまあ、やらない手はないんですけど、なんか異様に怖えな、このチャプター。ちょっとね、ビクビクしながらやってますけども。これか。なんか隠れる場所でしたよね。いや、どこ隠れても怖いんだけど。どこか隠れるところ。そうだ。パッて思いついたのは教卓なんですけど、掃除用具はどっちも怖いけどね。ちょっと待って。いや、教卓の方がなんか死んじゃいそうな気するんで、あえて教卓でいきましょう。1回目、私は慌てて教卓の下に潜り込んだ。膝を抱え身を縮める。何なの、一体どうなってるの。その間もどんどんと足音はこちらに近づいてきている。タッ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 、少しずつ少しずつ大きくなってくる足音。それに合わせてザーザーと鳥肌が立っていく。このまま通り過ぎてください、お願いします。私は息を詰め両手を合わせて祈り続ける。奇妙な足音はすぐそこまで迫ってきた。神様、なんでこんなことになっているのだろう。私は何度も何度も呪文しながら必死に神様に祈る。あの亡くなったおばあちゃんの言うことを聞かなかったから、それとも七不思議の話を聞いてしまったから、あるいはそのどちらも。口から心臓が飛び出しちゃいそうだよ。必死で息を殺しながら私はその足音が行き過ぎるのを待つ。うわー、怖いなこれ。止まった。はい、ちょっと怖いんでここで一旦切ります。時間の方が来てしまいましたんでね、続きの方はちょっと次回のパートでお楽しみください。さあ皆さん、いやらしいこと考えて、怖いのから回避できましたか。まあちょっとね、この流れ続くと思うんで、ちょっと心臓とかね、メンタルとか気をつけてご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。続きの方ね、また次のパートでやっていきますんで、ぜひよろしくお願いいたします。では皆さん、その日までバイ。